はい、どうも皆さん、こんにちは。村さんです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ガジェットのレビューをねしていこうと思うんですけども、皆さんカフェなど行かれた時にカバンをね持たれてるシーンっていうのはあると思うんですけども、そういった時に背もたれにねそのカバンをかけたりもできないで、机の上に置くのもなっていう場面だったりとか、そういったカメラバッグを床に置くしかないっていうような場面あったりしませんか？はい、僕もね何度かそういった場面あったんですけども、そういった困った時に助けてくれるアイテムを今日はねご紹介しようと思うんですけども、それがこちらになります。こちらがスマフックエアーというね、バックハンガーというアイテムになります。こちらのバックハンガーがですね、見ていただいた通りめちゃめちゃスマートなんですけども、いろんな機能を持ち合わせたバックハンガーとなっておりますので、今日はこのスマフックエアについてレビューをしていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。はい、ということで改めまして村さんです。こちらのチャンネルでですね、ガジェットのレビューだったり、Tips、あとは映像作品など映像のあれこれについて発信しているチャンネルとなります。はい、それではですね、今回はこちらのスマフックエアについてレビューしていこうと思うんですけども、こちらのスマフックエアというバックハンガーがですね、クラウドファンディングでお金を集めていたアイテムになるんですけども、なんとですね、1500万円ほどお金が集まった大注目のガジェットというふうになっております。で、見ていただいた通りですね、めちゃめちゃスマートでおしゃれなデザインになってるんですよね。で、これだけスマートなんで、もう持ち運びもね、全然邪魔にならないっていうようなデザイン性の高さになっております。で、こちらのスマフックエアの特徴としては、まずめちゃめちゃ軽いです。はい、名前にねエアーって入ってる通り、めちゃめちゃ軽いんですよね。はい、もう持ってる感じがあまりないぐらいの軽さです。で、軽いプラス耐荷重がですね、なんと20キロもあります。20キロって結構な重さあると思うんですけども、それをね、この大きさのバックハンガーで支えることができるっていう驚きの機能になってます。で、ファッションにもね、馴染んでくれるので、普段からもね、しっかりと使えるアイテムとなっております。はい、こちらのね、バックハンガー、まず使い方を紹介しておこうと思います。で、使い方としては、これ今閉じてる状態なんですけど、ここがパカッと開きます。はい、で、開くと L 字になります。で、この L 字になった状態で、ここにね、さらに折りたたんであるフックがあるので、これがね、出てきた状態で使います。で、どう使うかっていうと、これがね、テーブルの天板だとすると、僕の手がですね、この天板にこう乗せてあげるわけですよね。で、乗せてあげて、ここの下のフックにバッグの紐をかけてあげる。そうすると、下の方にね、荷重がいって、しっかりとホールドしてくれるっていうような仕様になってます。これね、結構ね、使ってみたんですけど、めちゃめちゃしっかりと支えてくれるので、結構ね、安心して使えるかなと思います。で、このね、上のテーブルの天板に乗せるところですね、ここが見ていただいたらわかるんですけども、滑り止めがね、しっかりとついてます。なので、テーブルのね、天板の上で滑ってバッグが滑り落ちるだったりとか、そういった危険性がね、もう最大限に抑えられているので、これはめちゃめちゃありがたいですね。で、こちらのフックの方も少し見づらいかもしれないんですけど、ギザギザになってるんですよね、表面が。なので、バッグの肩紐だったりとか、そういったのを引っ掛けた時に、それがなるべくずり落ちないような構造っていう風になってますので、しっかりとね、安全面も考慮されたデザインという風になってます。はい、で、今ですね、こちらのスマフックエアなんですけども、軽くて、なおかつ耐荷重もね、すごくしっかりしているっていう風に言ったんですけども、これね、スマフックエアっていうモデルになるんですけども、前のモデルでこちらのスマフックプラスっていうね、モデルもあったんですよ。で、こちらに比べると、今回のスマフックエアっていうのはめちゃめちゃ軽くなってるんですよね。で、重さで言うと、こちらのスマフックプラスっていう前のね、モデルのものが、重量が 69g っていうような重量になってたんですけども、今回のスマフックエアっていうのはですね、なんと約半分の 32g っていうような軽さになっております。半分のね、重さってなると、もうかなり違うんですよね。こうやって持ってるだけでも、もう全然
スマフックエアの方が圧倒的に軽いなっていうのがわかるぐらい、それだけ重量も軽くなっております。でさらにですね、さっき耐荷重20キロっていう風に言ったんですけども、こちらのスマフックエアですね、で前のスマフックプラスが耐荷重がですね16キロだったんですよ。でこっちのスマフックエアが軽くなったにもかかわらず、耐荷重がなんと4キロもアップしてるっていうね、これすごいですよね。スマートになったのに耐荷重も上げてくるっていうね、もうそれだけね、耐荷重もあれば結構ね安心して使えるので、このアップデートはすごいなと思いました。でなぜこのスマフックエアがめちゃめちゃ軽い、なおかつ頑丈で耐荷重もしっかりとあるのかっていうところですね。その秘密がですね、まあ材質にあります。前のねモデルと材質がね大幅に変わったようで、今回のねこのスマフックエアっていうバックハンガーに使われている材料がですね、 A7075 超超ジュラルミンっていうね、ちょっとねあまり聞きなじみのない材質にはなるんですけども、まあ、ジュラルミンって言ったら皆さん一度はね聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけども、そのジュラルミンの中でもかなりね最高峰の素材になるらしくてですね、それが何に使われてるかっていうと、航空機だったりとか、まあ、人工衛星だったりとか、そういった軽くてなおかつ頑丈じゃなければいけないものに使用されてるんですよね。なので軽量かつ頑丈なジュラルミン素材っていうのが今回選ばれて、その素材を使ったことによって前回のスマフックプラスからのこれだけのアップデートができたということなんですよね。はい、で今ね前のモデルと比較してみて、まあ、どれだけね今回のスマフックエアがアップグレードしたかっていうのを知っていただけたかなと思うんですけども、でこれがね今回バックハンガーっていう風に紹介してるんですけども、その他にもバックハンガー以外にも機能をね備えているので、そちらについても紹介していこうと思います。はい、でその他の機能のねまず一つ目ですね、一つ目がスマホスタンドになります。はい、バックハンガーだけでもね結構便利なんですけど、これスマホスタンドにもなるんですよ。でどうやって使うかっていうと、まずですねこれを開きます。はい、これで終わりです。もうこれでねスマホスタンドになるんですけど、このね L 字の状態でもうここにスマホをねこうやって立てかけてあげるだけですね。もう簡単ですよね。もうこれでパッと開いてスマホを立てかけて乗せるだけでスマホスタンドになってくれるので、もうカフェとか行った時もね、もうこうやってパッと立ててスマホで動画を見たりだったりとか、そういった使い方ができるので、このコンパクトさでスマホスタンドになってくれるっていうのは結構ありがたいんじゃないかなと思います。で、二つ目ですね。二つ目は、ここがカラビナになってるので、こう押さえるだけで開いてくれるんで、もう付け外しがめちゃめちゃしやすいです。はい。なので、カバンの紐のところにカチャッと。つけてあげてもいいですし、ベルトのねズボンのベルトの輪っかのとこあるじゃないですか、あそこにもうこれこのカラビナをカシャってかけてあげるだけでもう付け外しがしやすいのでとてもいいなと思いました。で3つ目がですね、このカラビナの下、これ輪っかになってるんですよ。なのでここに鍵だったりとかそういったものもね一緒につけてあげることができます。なのでこれをキーリングとして使うこともできるので、バックハンガーは普段から使うとして、でさらに鍵だったりとかそういったものもつけてあげることによって、もうこれにねもうその辺の鍵だったりとか小物類がまとまるので、もう荷物も減りますし、さっき言ったようにズボンのベルトのところに引っ掛けといてあげるだけで、付け外しできるので、もうファッションにもね馴染むようなデザイン、使い心地っていう風になっております。で今3つ目紹介したんですけども、4つ目ですね、4つ目がこのカラビナのここですね、わかりますかね、ここがくぼんでるんですよね。ちょっとね特殊な形になってると思うんですけど、これが何かっていうと、これが栓抜きになるんですよ。はい、で栓抜きって、まあ、あんまり使う場面ないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ確かにねそうかもしれないですけど、まあ、僕の場合はアウトドアとかねキャンプとか結構行くんで、その時にこれを一つ持ってれば、これで栓抜きで瓶の栓を抜いてあげたりとか、でこれねスマホスタンドにもなるんで、これにスマホを立ててあげて、それでねゆったりと動画を
見ながらキャンプを過ごすっていうようなね、使い方ができるので、これ一つでカフェだったりとか、アウトドアだったりとか、まあ本当いろんな場面でいろんな使い方ができるバッグハンガーじゃないかなというふうに思ったので、ぜひいろんな方にもね、使っていただきたいなと思いました。はい、いかがだったでしょうか。今ね、こちらのスマフックエアについて紹介させてもらったんですけども、まずね、僕バックハンガーってものをそもそもね、正直知らなかったっていうのがあったんですよね。で、カフェとかね、よく行ったりするんですけども、その時に床にね、バッグを置いたりとか、そういったシーン結構あったんですよね。なので今回このスマフックエアちょっと紹介してみませんかっていう風にご連絡いただいて、それで使わせていただいたんですけど、そういったね、カフェでの困ったシーンで、助けてくれる救世主となるような便利なアイテムだなと思いました。はい、ということで今日はですね、このあたりにしておこうと思います。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、それとチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それと SNS の方もですね、やっておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。